キメイマルとマリサのゆっくり解説。2019年2月頃、2020年までに中国の空母遼寧がパキスタンに売却される可能性があるというニュースが出た。中国とパキスタンは対インドで利害が一致しており、インドを牽制する狙いがあると見られている。一方で中国側のメディアなどではこの情報を否定する声もあるぜ。また中国発の大事な空母だし、戦力ダウンしちゃうし売るわけないという意見もネット上にあって、今のところははっきりしない感じだぜ。パキスタンとインドは宗教の違いや国境紛争などによりパキスタン独立以来仲が悪く、中国とインドは1962年の中印国境紛争以降国境をめぐって対立している。そんなわけで現在インドはいろいろと活発化する中国への牽制で空母を含む海軍力の増強を予定している。一方でインドとパキスタンの戦争インパ戦争では中国側がパキスタンを支援しており、これ以降軍事面などで中国とパキスタンは協力関係にあるのだ。これらの理由から中国がパキスタンに空母を売ってもおかしくねえしという意見も存在する。普段はこういうニュースネタはあまりやらないんだが、今回はお試しで短い動画を作ってみたぜ。私はこの分野は得意じゃないし、ゲームネタとかをやりたかったんだがな。ふっふっふ、君のような軟弱な魔女まんじゅう脳みそでは理解できまい。このようなニュースの一つ一つがアメリカ VS 中国という対立構造とアジアの軍拡には必要なのだ。そしてそれらが頂点に達し激しい戦争を発生させることで、我々キメイマル軍が真の自由を手にするのだ。全くイカれてやがるぜ。